って何よここ。ちっとも涼しくないじゃない。クーラーが壊れちゃったって話したでしょ。だから基地はすっごく暑いって。なあ、そういえばあんたそんなこと言って。デイジー、あんた暇そうにしてるわね。はいはい、わかり。ちょっと、生ぬるい風しか来ないわよ。レイジ、あんた今私の胸を見てたでしょ。バイ、いえ違いますよ。いやらしい気持ちなんかじゃありません。で、いででで、勘弁なんかしないわよ。どいつもこいつも比べることは同じ。どうして男は胸の大小で女の価値を測ろうとするの。あんなものあったって別に使い道なんてないのにさ。お姉ちゃん、レイジ君いじめちゃダメでしょ。いじめてなんかないわよ。女性に失礼なこと言うと痛い目に遭うってちょっと教育してやっただけ。ちょっとレイジ、あんたまた私たちの胸を見比べてたでしょ。違いますよ、そんなことしてませんって。それより浅野さん、さっきから思ってたんですけど、ひょっとして酔ってます？そうよ、なんか悪い？大人だもん、お酒飲めるもん。今日は朝からカラオケ大会だったから、そりゃお酒ぐらい飲むわよ。へー、カラオケ大会ですか。浅野さんがいるならすごく盛り上がりそうですね。もちろん盛り上がったわよ。まず最初が私による夏メロメドレーでしょ。それから私による J-POP メドレー、さらに私による洋楽メドレーで、お待ちかねの私によるアニソンメドレーへと突入するわけよ。さっきから浅野さん一人しか歌ってないようなんです。他の人？え、だってカラオケ大会なんですよね。だったら他に何人かいるんじゃ。はぁ、あんた頭おかしいの？他人とカラオケ行ってどうするの。そうなんですか。他人の下手くそな歌とか聞いてあんた楽しいの？嬉しいの？感動するの？癒されるの？私は全然そんなことない。だからカラオケ大会を一人でするのは当然のことなの。ちっともおかしくなんかないわ。確かにおかしくありませんね。レイジ君、レイジ君、お姉ちゃんはお友達とカラオケに行こうと思ってもできないんだよ。だってお友達が一人もいないから。ちょ、言うの？あんた余計なこと言わ。でも今日はちょっとだけ二人で歌ったりしたんだよね。お姉ちゃんがお財布を忘れてお店を出られないって言うののこと呼んだから。いいじゃない、姉妹で仲良くカラオケできたんだから。それよりあんたアイスクリーム買ってきてたでしょ。早く冷蔵庫に入れないと溶けちゃうでしょ。あ、そうだった。言うのうっかりしてたよ。早く冷蔵庫に入れないと溶けちゃうね。レイジ、なんか私激しくありません。ま、別にいいけどさ。オワリさんなら自分の部屋にいるはずですけど、浅野さん、オワリさんに呼ばれたんですか？そうよ、ちょうどユウノがカラオケ屋に着いた頃よ。電話がかかってきて、夕方基地に来いってさ。どうしてですか？どうしてって、
セブン評議会を開くんでしょ。私はそう聞いたけど。え、セブン評、お、浅野来たわよ。ちゃんと言うのも連れてね。でも終わり、あんたさ、日曜日って言ったら休日なのよ。私だってカラオケ大会で休日を満喫してたんだから。